はい、こんにちは。今回もですね、横浜のお店を見に、食べに行ってみたいと思うんですけど、こちらは桜木町駅ですね。ロープウェイが、着々と作られていっております。で、今回は、横浜中華街の伏流酒家というところですね。こちらに行ってきました。新しいお店ですね。オープンしたばっかりのようです。お得な、ランチセットがありましたね。あ、こんなあったんだな。980円の、フカヒレあんかけご飯もあるセット。あ、これ言っておけばよかったな。残念、ちょっと見逃しました。他にも定食セットいろいろあります。で、ここに、香港スタイルの、なんて書いてあるんだろう、蒸しご飯ですね。このセット、これを実は、食べたいなと思って来たんですけど、この牛ひき肉の蒸しご飯だったり、スペアリブの蒸しご飯だったり、この蒸しご飯がこうもちもちで美味しいっていう風な噂を聞いているんですけどね。これがやはり、注文してから20分ぐらい、かかるみたいなんですね。なので、今回は時間がなく、残念ながら、他のメニューで行かせていただきました。この皿台湾っていうのも気になるんですけど、この裏メニューのセット、これの豆乳担々麺プラス半チャーハン杏仁、こちらを注文してきました。他にもこういう焼き物セット、なんかこれすごいお得だって言っていたな。これもこの辺もなんかいろいろちょっと気になります。で、伏流酒家の他のメニューもちょっと写真を撮っておきます。北京ダック6枚で3980円っていうのは、ちょっと他のお店に比べるとリーズナブルな方なんじゃないですかね。肩焼きそばとかそういうのもあったり、これですね、蒸しご飯。ああ、今度よゆっくり時間のある時に行っていきたいと思います。これもちょっと気になりますね。福建風牡蠣のお好み焼き。福建風のお好み焼きっていうのも気になるし、牡蠣のお好み焼きってそもそもあんまり食べたことないですよね。お店の中はこんな感じです。やっぱりオープンしたて綺麗で、いい感じですね。で、チャーハンが先にやってまいりました。全然普通に美味しいチャーハンですね。で、豆乳担々麺も来ました。横浜中華街伏流酒家ですね。裏メニューの豆乳担々麺です。さらっとした感じのスープで、豆乳のと辛みと、なんかいい感じなんじゃないですかね。淡々とですね。で、チャーハンもいい塩梅の塩気ですね。で、杏仁豆腐がついてくるという感じでございます。豆乳がすごくマイルドで、しっかり辛みもあってですね。で、これも担々麺としても全然ものすごく美味しい感じですね。で、細麺です。台湾細麺というんですかね。これがすごくマッチしていてよかったです。中華街の麺類行くとですね、なんかこうやっぱり日本人の麺の好きな感じと若干違うなっていう違和感を覚えるお店もあるんですけど、ここのこう麺はすごく豆乳担々麺とマッチしていて、美味しかったです。なんで他の麺類も全然このお店いいんじゃないかなというふうに思います。これ、中にキムチも入ってましたね。豆乳担々麺ですね。チンゲン菜とキムチと、マイルドですごく美味しくて、このまま全部飲み干して帰りたいなというふうに思うぐらいではありましたね。で、杏仁豆腐もとろっとして濃厚で、良かったです。これで、1078円ということでした。なんかとても他にも魅力的なメニューも、こんな感じでありましたし、すごく
チャーハンもすごく丁寧に繊細にバランスよく作られている感じもしたので、ぜひ他の料理も食べに行ってみたいなと思います。なんでおすすめです、福龍鹿。以上、横浜中華街でした。